皆さんおはようございます。ピンポンが到着しました。今日はね、4月下旬ぐらいの温度になりそうなんで、今日は種まき、やってみたいと思います。じゃあ今日も一日頑張りましょう。こんな感じでね、土を入れてみました。で、種のやつをこんな感じで、ローズしました。大きさだったらいいんですけど、ちっちゃい種もありますので、一粒一粒で間引きなしの方法で、やっていたんですね。で、芽が出てきたら、作って、9センチほどに入れて、苗を育てていくという、そういうやり方をやってたんですが、今回これ、やめて、でもうこのまま、この枠の中で、ちょっとまあ半分に、植えていこうかなっていう、そういうやり方今回やってみたんですけどね。これも結構手間なのと、ここで囲われてて、土が別々の、カプセルホテルみたいな感じになってるんで、仲良く同じ、土と水の水分の中で一緒に上がってきたらどれだけ違うかなっていう、そういう試みで、今年はやってみようかなと思います。同じ地熱の中で、共存で、大きくなっていく、まあ、本当のことはこういう植え方をして間引いていくっていうのが本来だと思うんですね。でもまあ節約型で一人一人を大きくしていこう、一粒一粒を、成長させてみようかなっていうのは去年までの実験だったんですね。で今年は、同じ枠の中で植えていこうかなという雰囲気ですやってみようかなと思っています。まあどれだけ違いが出るか分かりませんけど、芽が今度出てきた時はまた広げて土を入れたところで、またポットでね、一つの苗としてしばらくは害虫にやられないように守ってやらないと、いきなりいうことはちょっと無施肥無農薬でやるのはちょっとまだ怖いですね。でそのやり方で次に作業入ってきますね。カメラ止めます。はい、はい。そしたらね、このまずは、ほうれん草を植えていきたいと思います。土はねちょっとこう手で押さえてやって、あとね押して 1,2,3,4,5 みたいな感じで、だいたいまあポジション決めて出します。で種がこんな感じです。割とねこういう種だったら植えやすいです。でピンセットで一粒を種が見えるような感じで、まあ、ひとまずはこのほうれん草っていうやつを植えていく作業をやっていただきました。これレタスの種なんですけどね、レタスの種と言いますかね、見えるかな、こんな感じですごい風で飛んでしまいそうなんですよねこれを植えるのがまた大変なんですけども、これはもうふっとしたら飛んでしまいそうなんですけど、セットでこれも今日はちょっと風強いからちょっと難しいな。もうちょっと去年みたいなことやめようかな。もうもうこんな感じで今年はやります。前はねまあブログツアー行ってもらったら分かると思うんですけど、一つ、あ今大きいかな、これここに落としたやつを、見えるやつをこうばらまくような感じにやってみようかな。一番難所というか難しいのこの
ネギとかこういう種でめっちゃくちゃちっちゃいんです。めっちゃくちゃ、とりあえずレタスこんな感じです。はい、続いてネギですね。ネギも、こんな感じです。種がねすごいちっちゃいです。ネギはこういう黒い種ですね。はい、でこれもさっきのレタスと同じようにここに、行こうかなと思います。これもね一粒、やっていたんですが、今回はもうもう床になったんで一粒、やっぱり今やめました。この方がもう簡単なんで、2日はねやっぱり間引きをしないとこういうちっちゃい種って仕方ないもんね。去年はね挑戦だったんです。今年は巻きました。キャベツってね、これ種こんな感じ、茶色いちょっと小粒で ちっちゃいやつもね、これは今これだったら1ミリぐらいなんでね、ちょっと定規1、2、3、4、5、6みたいな感じで、こうやっていこうかなって思ってます。だからまあいっぺんにたくさん作れないんですよね。いっぺんに一度にたくさん無理なんです。場所がそんなに広いわけじゃないんで、で3月19日に植えました、また4月の上旬にまた植えましたみたいな感じで、少しずつ少しずつ、小さな菜園をやってますので、一気にドンっていう場所じゃないんで、少しずつ自分の食べる分だけ自給自足のできる範囲の中で、まあ、仮に20植えて、10取れました、20植えて、13取れて、13、15みたいな、全部が全部多分ね、やっぱり害虫にもやられますし、弱い、個体もあるでしょうから、人間と一緒でね。だからまあ元気な野菜を作って、自分の体も元気になっていこうと、そういうまあ理念で、こんなことをやってます。はい、はい、こんな感じですね、出来上がりました。あとはね、ちょっと、電圧を、かけてやってですね、水分補給、水やりをやっていこうと思います。はい、この辺ちょっと種が見えてるようなところがあると思うんですが、そういうのは後から軽く強度をねパラパラっとこうかけて、やった方がいいと思います。そんな感じで、作業が終了しました。はい、またブログツアーっていうのが後で後ほどあると思うんですが、そちらをアップするかどうか分かりませんが、今年はこんな感じで、やっていこうと思っています。ご清聴、くださいましたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。またよかったらね、発芽のところもどんどん、動画として、お知らせをしていきたいと思いますので、チャンネル登録も、よろしければよろしくお願いいたします。ありがとうございました。